ガクトのゲーム、ガメセンテル。さあ、兄さん、今回のガメセンテル、魔界村、知ってますか？結構これ有名な内容じゃない？なんだろうな、これ、昔見たことあるね。これ結構有名ですよ。カプコンです。ファミコン版なんですけども、これは。まずは、ファミコン独特のセーブができないという。何だってセーブができないファミコン独特のやつです。固まったあれ、じいさん、またかよ。毎回おなじみの苦しみが、もうやめようぜ、もう本当にさ。おなじみの苦しみで大変申し訳ないんですけども、なんだよもう。まずはちょっとやっていただくということで、大体さ、はい、おかしいでしょ、シチュエーションが。墓場でなんでこんなイチャイチャしてんの。しかも裸で、もう完全にいやらしいでしょ。いや、イチャイチャしてないんじゃないですかね。まあその設定だったら相当おかしいですけど、魔界ですから、魔界に来てしまったんですかね。え？ちょっと設定を読んでみますね。キャッチフレーズ、魔界村のありました。ようこそいらっしゃい。バカじゃないの。何それ書いてありますもん。キャッチフレーズはようこそいらっしゃいということで、もともとやっぱりアーケードゲームですね。あ、やっぱそうなんだ、はい、見たことあるもんな。アーケ兄さんはファミコンとかじゃなくてアーケードでやってたんですかね、いろいろグラディウスとかも。昔でもゲームなかった、うち。結構でもゲームセンターっていうとやんちゃな人しか集まらないイメージでしたけど、当時はどうでした？何？ゲームセンターってなんかやんちゃな人しかいないイメージなんですけど、当時の。当時？はい。みんな青少年ばっかだったよ。いや、本当ですかね。何これ。何この長いの、ちょっと。6面が多分ボスですので。そんな2匹でいけるわけないじゃん。バカじゃないの。最初は何なんですかね。でも最初のこの設定書いてないんですよね。主人公の騎士アーサーを操り、さらわれたプリンセスを助け出すのが目的。すごい無言。ちょっとイラッときてますね。毎回お約束ですか、やっぱりゼビウスから始まってですね。さあ、それぞれに魔将というボスがいるんですかね。魔将軍が。なんだよこれ。裸にすぐなるんですね。ん？攻撃を受けると鎧がなくなって下着姿になると。大体おかしいじゃん、はい、なんで裸になるのに下着だけつけてんだよ。そもそもそこもおかしいね、もう。なんだよこれ。兄さん、この主人公28歳です。あ?28 歳の設定でございます。だからなんだよ、28歳だったらまあ墓場でイチャイチャ許されんのか、お前。いや、若いということね。いろいろ武器もですね、あるみたいですね。あ、ちょっと待って、何してんのこれ。ちょっと待って、何してんの、何してんの。カエルになった。カエルになった。なんで、スタート位置に。なぜスタート。あ、戻った。あ、でも食らっても大丈夫なんですね。あれは何なんですかね、一体。いろいろ。何これ。ちょっと2面ぐらいまで。どうですかね。いや、2面ぐらいじゃなくて、だから、はい、やるから。やるから、攻略法。だから攻略法探そうって。あります。じゃあちょっと読んでいきます。ステージ1の攻略法。大体何これ。すいません、すいません、もうなんだよ、もうここで裏技ができるみたいですね。最初のはしごを登って、すぐ右の傾いた墓石の上から左にジャンプすると、その墓石に乗ってですね、左にジャンプするというやつですね。
左にジャンプすると、あ、出てきました、キング。何ですかね、なんだよなんだよなんだよ、はっきり言えよ、このキング何ですかね。取ると1万点以上です。お前お前マジぶっ飛ばすぜ本当に。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとか、そういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。